今朝早く西伊豆町の国道136号で道路の脇の崖が崩れました。現場付近は8時間半にわたって通行止めとなりました。今日午前4時50分ごろ、西伊豆町西名の国道136号で崖崩れが起きていると通行人から警察に通報がありました。警察官が確認したところ、 国道に面した幅27メートル、高さ12メートルの道路の乗り面が崩れ、上下2車線を塞いでいました。警察によりますと、この崖崩れでけがをした人はいませんでした。現場は土砂の撤去作業などで8時間半にわたって通行止めとなりました。